どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。はい、皆さん今日は何月何日かご存知でしょうか。11月11日です。11月11日といえば何の日かと言いますと、じゃーん、ガズレレの日でございます。ガズレレの日、なんでガズレレの日かというと、見てください。12341が4つで、これガズレレだぞということで、2017年に勝手に制定させていただきましてですね、もう今年でだから3年目っていうのか4年目っていうのかな、なるわけでございますが、さあ今日はですね、皆さん日本中で、いや世界中でこの YouTube でね、ウクレレ楽しんで、ガズレレで、ウクレレ楽しんでるして皆様、ぜひ今日はねガズレレの日だぞということで、家で楽しくこう歌ってください、ウクレレで。今年の2020年はね、ほんと10万人登録者の方が増えてくださったの、銀の盾もらったりとかね、もういろんなことがあって、本もねいろいろ出したし、本当にまあいい年になったなということで、来年のガズレレの日までね、またこう楽しく進んでいこうと思っております。あ、で今日ね、夜8時から、ガズレレの日のね記念オンラインイベント開催されます。そこに参加される方はまたこれから楽しもうと思うんですけど、まあもちろんちょっと厳しいなという方も、まあこんな日はね家帰ってこうウクレレ奏でるガズレレの日ですもん、なんつったってよろしくお願いします。そういうわけでこれからもガズレレどんどん面白いニュースがねもう目白押しになってますんで、ぜひチェックの方よろしくお願いします。ガズレレ .com の最新情報いつもチェックしてくださいね。そういうわけでですね、今日はガズレレの日ということで皆さんにお知らせしました。今日の夜はですね、そういうことで私も皆さんと一緒に、楽しもうと思うんで、参加される方後でまた楽しみましょう。ガズレレのことこれからもどうぞよろしくお願いします。さよなら、バイバイ。